うたつ山より眺めた、金沢の夜景うたつ山は、石川県金沢市にある山である。金沢城から見て、東に位置することから名付けられた。宇だ山、向山、夢海山、画寮山、春日山等多数の別名がある。日本の歴史公園百選に選ばれている。山頂には、国土地理院の二等三角点があり、この三角点は、金沢と命名されている。 文化、文政年間には、青木木米により春日洋が開かれ、九谷焼の最高の先駆けとなった。金沢城を見下ろす位置にあることから、江戸時代を通じて、庶民の登山が禁止されていたが、安政5年に安政の泣き一揆と呼ばれることになる事件が発生し、首謀者7人が死罪になっている。1947年、徳田修正を検証する文学費が、 無老再生の記号、谷口義郎の設計で山頂近くに置かれる。1958年、山頂付近に動物園、水族館を付属した娯楽施設、金沢ヘルスセンターが開園し、1993年の閉園まで存続した。1960年には、県営宇たつやま場が開設され、翌年からは、 高等学校相撲金沢大会が開かれているほか、1981年に石川県産業展示館3号館が完成するまではプロレス工業にも使用された。ありがとうございます。